おはようございます。皆さん、月曜の朝いかがお過ごしですか？僕はいつも通り朝ドラを見てました。どうもドラヘイです。皆さん、改めておはようございます。今日の朝ドラ受けはですね、哲夫が家族について考えるという内容でしたね。家族って何でしょうね。僕は今いろいろ考えることがあって、これからもし家族になるような人が、女性が現れたとしたら僕はどうなるんだろうというふうに考えてますね。家族って何でしょうね。あのラーメン屋さんのになった人、あの戦災孤児を引き取って家族になってましたね。血のつながりが家族じゃないと思うんです。でも一緒にいることが家族なのかっていうとそうでもないし、なんか考えると深いなと思うんですよね。家族って何でしょう。お互いに必要とするから家族になるかなとは僕は思いますね。哲夫はどうなるんでしょうか。哲夫の家族はね、家族が4人してバラバラになったそうなんですけど、そこでどうなるか今週の見ものだと思います。僕もね、うつ病がひどくなって家族とは何かって考える時があったんです。辛いのに分かってくれないなという時もありましたし、逆に支えてくれてるんだなっていうふうに思うこともありました。今週1週間はそんなふうに家族について考える週の朝ドラ受けになりそうな予感がします。皆さんも家族について今一度考えてみませんか。11月はいいなんとかの日っていうのが多いですよね。22日だったらいい夫婦の日とかってあります。だからいい機会だと思います。11月はいい機会だと思いますので、いろいろ見直してみるのもいいんじゃないでしょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。